どうしたシルバ、顔が真っ青だぞ。まるで悪い夢を見ているような顔じゃ。無理をせず部屋に戻って休め。その通りです、リリア先輩。これは全部悪い夢だ。おいシルバ、趣味の悪い冗談はよせ、祝いの席だぞ。冗談ならどれだけ良かったか。何を、まだ寝ぼけているのか貴様。思い出せセベク、お前が眠りに落ちる前のこと。眠りに落ちる前。リリア先輩は魔力がつき、学外研修を前に学園を中退し、赤竜の国に移住する予定だった。学園のみんなを招いた送別会のようマレウス様がご乱心なされてお止めしたが、力を及ばず、あの場にいた者全員眠らされている。何を言っている、若様がご乱心だと。若様は常に冷静沈着でいらっしゃる。そんなことあるわけがないだろう。シルバ、お前は本当に良くない夢を見ていたようだ。今日はもう下がる。今ならお前の無礼を許そう。マレウスの言う通りじゃ。何よりわしがお主を置いて遠くに行くわけがない。何も心配はいらぬ。お主が学園を卒業したら、またあの森の家で共に暮らそう。ずっと一緒に。現実のあなたがそう望むなら、いつまででもそばにいたかった。でも違う、この世界もあなたも全部まがいものだ。シルバ、何を。それ以上戯言を吐くのは容赦はしないぞ、シルバー。お前、さては冷めている。なぜ安寧を乱すのさ。ここではお前たちの願いがすべて叶うという。マレウス様、あなたはまさか眠らせた者の夢を監視し、干渉を。干渉、干渉。何をバカなこと。統治は王として当然の責任。見守っているが、おとぎ話の住人になった者たちは悪夢にとらわれることがない。幸せな夢が永遠に続くように。お願いします、マレウス様。どうかどうか、いつものあなたに戻ってください。親父さんもこんなことは望んでいないはず。分かったか。それ以上の戯言はお前であっても容赦しない。シルバー、あいつめちゃくちゃ怒ってるんだぞ。ここは謝っておいた方が。お許しください、マレウス様。元のあなたに戻っていただくためには、もうこうするしかない。シルバー、お主何をするつもりじゃ。貴様、若様に武器を向けるなど血迷ったか。許せ、セベク。思い出したか、セベク。シルバー、これは一体どういうことだ。何が起こっている。今を説明している暇はない。立て。しかし。ああセベク、お前も冷めてしまった。残念だ。もう一度眠らせてやろう。今度はもっと深く。さあ再び眠れ。暗い場所。暗い、寒い、悲しい。このままでは全てが闇に飲み込まれてし、光だ。このオーロラ色の光は。親父殿、どうか俺に力を。いつか会った人に、いずれ会う人に。ミートインアドリーム。この森の風景、風の匂い、ここはもしかして。伏せろ。こいつらは嘘ではない。僕たちは学生で。なんだ。何を騒いでいる貴様ら。
説教。黙れ人間、余計なことは一切喋るな。お前たちは何者だ。素直に吐け。この魔石器の曇りと消えたくないならな。